当に安定感のあって、まあ配信にはこのリージョン3出ていないかと思うので、プレイは見れていないんですが、はい、まあやはり彼ららしい、どちらかというと安定感のあるプレイを出してくるんじゃないかなと思いますよね。なるほど。さあ、その安定感をどれだけオレンジサイド、ギルトピクニック食い破っていけるのか、さあ見ていきましょう。RLCS 21-22 APAC North フォールスプリットリージョナル3はクォーターズファイナル4まで来ました。東京ヴェルディ対ヒートピクニック始まっています。ゲームはさあ、この東京ヴェルディリージョナル1-2連覇しています。このリージョナル3でももうすでにアジア代表決定戦進出は確定しているとはいえ、ここはまだまだね、連覇のその王者の差は明け渡せないといったところでしょう。攻め込んでいくヴェルディ。それに対してヒットピクニック、どうしてもちょっと昨日のプレーを見ていると本調子じゃなさそうだなという気がするんですが、そうなんですよね。昨日のフォールマウンテン戦では 3-2 ですか、かなり危ないところまで、はい、最後追い詰められていましたので、うん、まあ、ただインタビューの時にはまだまだ、まあ、一応余裕があったと。別に怖かったわけではないと、はい、しっかり勝てるところで勝ったというふうには言ってましたけれども、そうですね、ただインタビューのテンションとかはリージョン1の頃に比べては落ちていたと思うので、うん、まあ、そこはちょっとわからないですけど、もしかしたら何か秘密兵器を隠している可能性もありますね。さあ、ここまでの1分15秒はお互い無得点、ただ東京ヴェルディが攻めるシーンの方が非常に多いのは確かです。ここからヒルトピクニックうまく返していけるでしょうか。サイドうまく前に進んでいくのはシグムス。昨日の試合で僕一番良かったのはファーラッシュだと思うんですけど、バルタさんはどう見ます、はい、はい、私もそうですね。ファーラッシュ選手がこう、まあ、1v1 とかのシチュエーションを本当に安定してこなしていて、本当に技術がある選手なので、うんうん、ここでも出てくるんじゃないでしょうか。おっと、ただしかしここでファーストゴールは東京ヴェルディからリアライズ。いや、今リアライズ選手一旦トラップしてもう一度パワーショットを打ってくると、いや今50チャレンジした選手非常にいいタイミングだったんですけれども、それすらかわしていきましたね。打たないよーんという感じでしたね。はい、これされるとなかなかメンタルにもきますよね。1-0、まずはヴェルディが取っていきました。ヒルトップピクニック攻めの手をなかなか振り出せていない中、ここはシグムスいいディフェンスです。もう一度行く。さあ、中央飛んでいるが速い、天砲が速い。さあ、ヨベルディ、はい、天砲選手が何かしら環境が良くなくてちょっとここまで仕上げてくるのが厳しかったというふうなツイートがあったので、この辺りがどう影響するかですよね。その通りですね。やはりゲームのプレイヤーにとってそういった環境って本当に重要で、非常にシビアな求められますので、そういった変化はちょっと響いてくるかもしれませんね。残り時間半分を切りました。東京ヴェルディがここまで1点を取って、なんというか余裕を持ってプレーできているかなという印象はあります。ヒルトピクニック側はまだ決定的なチャンスを作り出すことができていません。その通りですね。ただヒルトピクニック側もまだ全力というわけではないように感じますので、うんうん、ここからそろそろ1点を取っていきたいところですよね。昨日のインタビューではこのスイスラウンドから徐々に調子を上げていくのが我々なんだけど、リージョナル2そしてこのリージョナル3でもまだあまり調子が上がってきていない、はい、というところはあったと。本当にスロースターターなんでしょうね。そこをどう上げていくかですよね。丸のドリブル、ファラッシュがうまくフィフティ取って、もう一度ファラッシュ飛べそうだぞ。飛んだコーナーからのボール、速いのはシグマスだが今はもうとにかく早く行こうっていうそんな意識が見えましたね。さあ、しかしここはリアライズ抑えてくるぞ。いやー、シグ選手の飛び出し本当に素晴らしくて、相手のディフェンダーのだいぶ先を行っていたので打てば入るというシーンだったんですが、あと一歩でしたね。ここはちょっとファーラス選手にとってはディフェンス難しいシーンでしたが、壁でとどまれたかどうか、いや難しいか、難しいですね。やはりあのシチュエーションになってしまうと失点は避けられなかったかもしれません。まあ、そうですね。今壁でファーラッシュがとどまっていればって僕も一瞬思いましたけど、そしたら多分リアライズ、はい、逆サイドに、そう打ってくるんですよね。そうなんですよ。なのでやっぱり一人じゃ止められないんですよね。あの状況になってしまったがもう最後なんですよね。いや、2-0、残り時間は1分。
うまく擦ったボールを相手陣地に送りますが、しかしまだヒルトピクニックシュートが打てていない。サイドに流すが、そこにはもうすでに丸が非常にハイプレッシャーかけてきています。いやー早いですね。普通あそこに流せば一旦時間が作れるんですけども、完璧なパスを出してきました、うん、何のスペースもなかったですねあそこ。はい、さあビアトリックしているところをうまく叩き落としましたが、それでもまだしかしヒルトピクニックボールの権利を得ることができません。この丸選手のプレーですね、一旦待ってっていうところがなかなかでくいですね。憎い待ち方しましたよね。はい、相手のチャレンジがこうギリギリまで待つっていうのはやはり本当にトッププレイヤーがやってくるプレーです。3対0、さあ徐々に点差が開いてきました。ヒルトップピクニックここで敗れてしまうのか。ゲーム1なかなか辛そうな雰囲気が出しています。高いボール飛び上がるのはテンホー、中央に持っていく、丸からイアライズはどこにいる、後ろでカバーする構え、行きました、コーナーから。さあこの体勢でももう一度触れる。いやーこれですよね、これ本当に小さいんですけど大きいんですよね。先ほどそのガンダーズ戦でポコ選手がリセットしまくっていた時にも言いましたけど、本当に手数増えてますよね。そうなんですよ、何度でも触りに行けますから。何度でも、そしていつでも触れるぞという、そんなリアライズのプレッシャー、ハットトリックでゲーム1分断に見せてくれました。ノーデモリッションで、なんというかベルディはクリーンな勝ち方をしましたねこのゲーム。そうですね、本当にクリーンなんですよね。まあそれに対してヒルトップテクニックは3回デモ入ってるので、そのデモリッションのタイミングがうまく合えば点も取れてくるとは思いますよね。ただスコアを見てもファーラッシュが少し伸びていないかなというところで、まあまだここからのヒルトピクニックの上がり方に期待したいところではありますが、しかしこのベルディの壁はやはり高い。はい、まあただ壁は高いですが、リージョナル1からやはりずっと共通の課題としてもちろん考えてはいると思うので、何かやってくるとは思いますよね。さあ何かやってきてくれるのかヒルトップピクニック。これからゲーム2がスタートしますが、まあただ今の一戦見ているとベルディしっかり、まあ、リージョナル3でも勝つだけの実力は、まあ、当たり前ですけども維持してきているなという印象はありますよね、はい、その通りですね。やはり安定感ありますし、そこからの攻めも非常に、まあ、シュートの枠に打ってくるところまで本当に安定しているので、やはりミスを待つことはできないですよね相手としては。なんとか自分たちの攻めで上回っていかないといけない、そんなヒルトピクニックゲーム2がスタートしています。さあ始まりました。ファラシュから強いボール出していって、もう一度ファラシュが、いやドゥームジーが行きましたがシュートまではいけず、ゴール前ゆっくりと、このゴール前でもリアライズは慌てません。相手のプレイを見ながらボールを抱えてうまく時間を作りました。さあしかしここはドゥームジー飛びが速い、逆サイドからファーラッシュが押し込んで、はい、東京ヴェルディが枠をゴールを開けるようなピンチのシーンがあるので、ここで1点取っておきたいところですね。ヒルトップドゥームジーまだ運べるか、運んでいる運んでいる、おっと手数を見せますがリアライズ中央に戻す、ドゥムジー飛んできている、あ抑え、ここは丸が勢いで勝っていく、これは間に合っている、シャドウディフェンスなんとか弾いた、テンホー中央浮いたボール、パーラッシュ E50 を取ります。ドゥムジーから先端に出たボール、ここはテンホーがサイドに流します。いやでもなかなかヒルトピクニックも対応できてきてるんじゃないですか。はい、その通りですね、互いにまだ五分五分のボールの打ち合いが続いているので、ただディフェンスが崩れなければといったところですね。中はフォアラッシュ、これは刺さっていない、いや入っていない、いやーまあしかしこう東京ヴェルディがちょっとゴールを開けるシーンが出てきましたね。そしてそこをうまく狙えている印象がありますヒルトピクニック。そうですね、この後の試合展開期待ところです。あ高いボール、ただこういったリアライズのプレーにはいつであっても気をつけなければいけません。
うまくファラッシュ時間を使いながら持っていこうとしたところで、テンホーがナイスカット。ドゥームジーが飛び出す。さあ前方にいるファラッシュか、いやドゥームジーを使いますが、早いのはリアライズの飛び。マルからコーナー競り合い、シグブス、ニュートラルのボールはシグブスがなんとか取る。中央流したボール、先ほどまでのなんというかちょっともうヴェルディ寄せ寄せな展開というのは消えましたね。その通りですね、やはりヴェルディが思ったようなことはできなくなってきていて、まあ、あっとしかしここはおーっとおお、ちょっと危ないシーンでした。さすがにそこまで何も来ないとはテンホーも思っていなかったというようなそうですね、うん、まあ、ただヴェルディがこう何も考えずに飛んでいけるようなシチュエーションではなくなってきましたね。うん、試合時間半分を超えて未だ0対0。シグマスコーナーからポンといたボール、ここはマルが抑えて真ん中にはリアライズがいる。さあ何をする、リセット取っている。ここはうまいボールにはなりません。飛び出しはマルが速い、リアライズが飛んでくる、決まっている押し込みましたね。天宝選手、はい、この壁でこのボールをポップアップから3人がかりのショットと、やはり見せてきますね。起点となったのは天宝選手でした。さあファーストゴールは東京ヴェルディ、残り時間は2分。いい流れを先ほどまでの裏腹に出してきたヒルトピクニックだっただけに、この辺りで取れればいいんですが、ちょっと今セカンドは遅かった。ファーストの流れだったので攻め込みに行ききれなかった部分もありましたからね。ありましたかね。はい、まあヴェルディが完全にミスをしてしまっていて、リアライズ選手間に合わないタイミングだったんですが、そこでリアライズ選手が間に合うんじゃないかというようなあの読みをしてしまっていましたね。うん、そこで思い切って攻めていってほしいです。シグマスの強いボールからリアライズが抑えるところをドゥームジー刈り取っていく。天井のボールもドゥームジーが抑えます。これで数的有利はヒルトピクニック、まだ攻めることができそうだと思いきや、マルがナイスピクティ譲りません。さあファラッシュ、角に押し付けたボールはリアライズがうまく跳ね返す。きっちりと何をしたいか読めています。マル、リアライズ後ろ落としたボール、もう一度マル、そしてリアライズはバンプに行く。この辺りの、よくかわしましたねあのバンプ。いや本当に。さあマルもここでバンプをかわして避けるものなんですねやっぱバンプって。そうですね、だんだんとクリーンなヴェルディから両チームともダーティーになってきましたね。勢いよく、おっと帰ってきましたよ今はい手段は選ばなくなってきました。さあドゥームジーセンターには戻せない。ただシグス、ここはいい受けからまだいける。もう一度このボールタッチの感覚はさすが。このシグムスという選手も本当にいい質のタッチをしますよね。そうなんですよね、一つ一つのタッチにこう意志が感じられて、うん、からのボール、シグムス、まあ、っと中央に持っていく、強く弾け飛んだボール、まだ1点差、望みはありそうなヒルトピクニックですが、どうかシュート打てるか。さあ三角パスからのシュートは天砲へ弾く。ラストのシュートもここで止められて、まだあるのか、試合終了。東京ヴェルディ、いや最後ちょっとありそうでしたね。いや本当に非常にいいパスだったんですけども、しっかり見てるんですよね最後の一人まで。なんて視野が広いディフェンスなんでしょう。東京ヴェルディが1対0でこのゲーム2も取っています。ただしかし差は縮まってきているように見受けられます。はい、またヒルトピクニックのいいフォームであるそのバンプが最初に言っていたバンプが3回ドゥームジー決めてるんですよね。その前にドゥームジーがボールを出してからバンプするっていうのは結構、はい、このヒルトピクニックのいいパターンだと思うんですよ。そうですね、その後のボールをこうシグムス選手がさばいていくようなそういったシーンよくあるので、いい流れが出てきているとは思いますね。そうですよね。さあゲーム3以降さらにこの流れを良くしていくことができるのかどうかというところを引き続き注目していきたいなと思いますが、バルタンさんはどのあたり見てますか？そうですね、ただまだヒルトップピクニック点を取れていないということなので、もう本当に点取りそうなシーンはたくさんあったんですよ、うん、あのゴール空いていたりとかショット打てるシーンあったんですが、まあ、ここで決めれていないというところがやはり一番の課題ではあると思うので、そこのシーンまではできているので最後一つしっかり思い切って決めてほしいですね。
確かにまだ得点シーン見れてないですからね、そこをとりあえずそのゲーム3ではしっかり意識してプレイができるといいんですが、さあ間もなく第3試合も始まります。まあ、ヴェルディはやはり安定感ですよね、はい、ただまあ攻めがこう全てうまくいってるという感じではなくなってきたので、はい、まあ、ヴェルディもここから何かちょっとまあバンプを増やしてきたりとか変えてくるかもしれませんね。そのあたりのヴェルディのさらなる変化にも注目していきたいところです。ゲーム3スタートしました。ブルーサイド東京ヴェルディはすでにゲーム1ゲーム2を取っていい流れでここまで来ています。高いボールは丸、うまく沈める。今ゴール内にディフェンダーいたんですが、そうですね、ここはちょっと飛べないので、まあリアライズ選手の50が本当に強いですよね。あそこに飛んできちゃうとちょっとディフェンス厳しいですね。いやまあ今キーパーいたんですけど、はい、ちょっと体勢乱れていたというのもあって、そのあたりで丸が、あ、じゃあここに打てば大丈夫だなという、本当になんというかしっかり選択したシュートを打ってるんだなっていうのが、そうなんですよね、よくわかるシーンでしたよね。あのシーンでバックボードにいたらまたバックボードから取りづらいところに打ってきますし、うん、おー早い丸、なんとかかき出す。まだいけるか東京ヴェルディの攻め。天保ディアライズ抑えて、天保がここでくるっと回る。これは先ほどでも以前にもあったシーン、天保のこの辺りの起点の効かせ方というのもね、東京ヴェルディを勝利に導くいいポイントです。一度抑えて、もう一度天保。リアライズ選手はかなりアグレッシブな立ち回りしてますね。今も天保選手の前で待っていましたし、敵陣にもかなり深くプレイングしていますね。信頼感がありますよね、この天保、はい、そして丸であればディフェンス参加しなくてもいけるだろう、そしてむしろ前にいた方がいい展開を作れていいだろうという、その通りですね。丸から、おーっと、いやー、まだ触る、触ってくる。これ今読んでいたんですかね。いや予想外のバウンドだと思うんですけどね、これ、はい、いや下にブーストしてるので読んでますね、これ読んでますね。いやー、普通だったら、はい、あの正面に跳ねてくると思って上にブーストするんですけども、ここでくるっと下にブースト、うん、あのバウンドまで読んでどうなっているんでしょう。いや、つまりそのゴールの縁に当たって下に落ちてくるってところまであの時点で予測できてるわけですよね。はい、その通りですね。まあ、そこで下に落ちるかもとは思ってもこう普通諦めてしまいますよ。あそこに落ちたらもう読めないので、そこに合わせてくる能力素晴らしいですね。いや、さすがの丸出ましたね。やはり丸、やはり丸なんですよね。やはり丸ですね。さあコーナーからのパラシュ、プレイしたい、いけるか、刺さらないか、決まる。おっと、ようやくヒルトップピクニックからファーストゴールが出ました。ここはパラシュ、そして最後はドゥムジーと、はい、今天保選手ですかね、バンプされてさらにリスポーンしたところをバンプされていたので、まあ、これがやはり効いていますよね。これをちょっと出していってほしいですね。やはりこの東京ヴェルディのフォームを乱さないことには得点は入らないというのはちょっと今の1点からも再確認できたような気もします。はい、コーナーを駆け上がるこのボールに対し天保、中央に戻す、ヒルトピクニック、いいボールを得ました。どうか、リアライズが受け止めている。さあうまくプレッシャー、そしてバンプの流れを作ることができるか、ヒルトピクニック。一度ちょっと待って、下に待って、待っているが、いや、天保はきっちりと、あ、それならこうねっていう、そう、ベトした対応していきますよね。おそしてリアライズはダブルタッチ。いやー、今ちょっと見えていなかったですが、美しいですよね、これ。いや、僕ね、正直言いまして、これワンタッチ目は見えてたんですけど、その後ちょっと一瞬画面がラグって見えなかったんですね。はい、そうですね。でも僕はワンタッチ目した時点でシュート、はい、あ、これ決まるなっていうのを確信してました。もうそのくらいの綺麗さ出しました。いや、ワンタッチ目ですよ今、ディフェンスの選手飛んできていたので、その選手に当たらないようなタッチ、そして自分の車体は外から回って決めていくと、いや本当に美しいですね。素晴らしいプレーが出ています。東京ヴェルディ、リアライズ、この前止めきれるか、ドゥムジ、いやー、ドゥムジを誘いに誘ってリアライズ、もうこれ相手の陣形乱れまくれですよ。そうなんです、乱れまくり。いやー、一人でちょっともうリプレイ見たいですね。
もうここも勝ってるし、ここもなんかさ、ここ3人全員に今ワンブイしましたよね。そうですね、3人全員にワンブイして勝っていって、もうあとは打つだけと。何なんでしょうこれは。今の一進ちょっと切り取ってみたらめちゃくちゃなんていうか、ヒルトップ側としては悔しいってなる一進でしたね。いやーそうなんですよね、完全にやられてましたから。そしてその悔しさがこの後の1点にまでもしかしたら及んでいるかもしれません。これそうですね、まあ、やはり焦りなどもあるかもしれませんし、ちょっとセカンドかなり焦ったスピードで来ていたのでチェックにつながりましたね。ヒルトップピクニックなかなか揺さぶられています。あーこれも打ってくるぞ。いや、おーっと惜しくも入らなかったものの、チームス待っているが、待つなら今度はリアライズが先に出る。いやどう頑張ってもこのリアライズのワンブイ力に、いやー勝てないですよね、叶いませんね。こうなると本当にやはりバンプなので崩すしかないんですよね。ただその余裕すらも奪っていくような東京ヴェルディのプレー、はい、ファラシュ真ん中に戻したいところですが、ここはむしろ自分のプレーを継続するために一度地面にボールを持っていきました。天保の50シーグス勝っている。さあ天井使ってシーリングショット、ただリアライズはきっちり待ちきる。ここから継続してほしいですね攻めを。今度はファラシュのダブルタッチ届かず、ドゥームジーも来ている。さあシグムス何を見る、上に上げて誰か止めるのか。これはファラシュ無理飛びをしていますが、さすがに厳しい。よ、勝っている勝っている。ここはいいフィフティの取り方。さあちょっとこれはヴェルディも防戦一方ですが、リアライズ壁からの強引なタックル、なんとか、なんとかヒルトップピクニック1点を稼ぎたいシーンですが、しのがれてしまうか。ここがしのぎましたかね。さあこのしのいだ、しのがれた後、はい、もう一度行くことができるかヒルトップピクニック。もう一度行く、壁からおっと、マルがバンプしてる。マルが前でバンプしてる。前を掃除していく。いやもうシグマスはあれしか選択肢がなかった。そしてもうリアライズもそれが読めていたので。いや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 。これも合わせていくと。いや、マル選手は完全にお掃除していきましたね。なんかもうドッグファイトしてましたね。はい。完全に。後ろからずっとシグマスを追いかけていくマルの姿が見られました。あ、ここも相手が来ないの、来ないの、おっと先にジャンプしている。間違う、いやー、圧巻のヴェルディ劇場ですね。そうですね、これは本当に見せてくれましたね。ヴェルディ1070ポイント、1070ポイント、4セーブ7ショットと3ゴール。いやもういろいろリプレイで見たいシーンもあるので、ちょっといやでもリアライズのあの3人ワンブイシーンが一番すごかったかなという気がしますね。はい、あれが一番ですね。もう一人で何でもできちゃいますね、これは。何点目だったかな、4点目だな、確か。そのあたりですね。はい、ヴェルディの4点目にはちょっと注目してみていきたいところですね。ただその他のシュートもやはりヴェルディの圧倒的な力は、心もあるの、これもすごかったですね。なぜ合わせられるんだと。これようやく、ドゥームジーが1点決めるんですが、それすらもちょっとまあヴェルディがなんだろう、くしゃみをした程度にしか感じていないような気はしますよ ね。ダブルタッチ、このダブルタッチもからのワンブイ連続がきます。さ あもうここでもう、ね、2人に1人か2人かわす、2人かわす、3人かわして、あとは丸と。これですよね、もう完全になんていうかピクニック会場に台風が飛んできたような、そんな感じでしたからね。その通りですね、ちょっとピクニックしてる場合ではないですね、この攻めは。ピクニックさせてくれない。さあ丸がここも完璧な合わせ方でゴールにボールが飛んでいくように合わせてますから、リアライズ。いやー本当にノリに乗ってますよこれは。さあここでヒルトップピクニックのボールスプリットは終わってしまうのか。リージョナル1ではその予想外の期待外のところから非常にいいプレーを見せてトップ2まで上り詰めたヒルトップピクニックですが、リージョナル2ではトップ8、そしてこのリージョナル3でもこのトップ8にて敗退の瀬戸際に立たされています。
マーク作るのはドルジー。リアライズ選手が、はい、あのラクシア選手が見せたような角でのダブルタッチ見せていきましたね。あと一歩というところだったんですが、なるほど、ちょっと意識してるかもしれないですね、さすがに。はい、かもしれません。ファラシュドゥンジヒルトップのピクニック、ヒルトップピクニックの攻めを難なく受け止めてからすぐさま攻めに持っていく東京ヴェルディ。これに対しヒルトップピクニックもなんとかして食い破ってやりたいというその思いは見えるんですが、しかし、はい、なかなかうまくいくシーンが少ないですね。本当に一人一人が硬いので、しかもここまで攻め込まれてしまうと本当にどこにもボール出せないんですよね。バルタンさんがヒルトップのコーチで後ろで今声かけれるとしたらどういう声をかけますか？いやー、これは難しいですね、まあ、彼らのなんて言うんでしょう、あの特徴からすると本当にちょっとおちゃらけるじゃないですけど、そのいろんなプレーをして遊んでいくようなプレーがヒルトップピクニックも合ってると思うので、そういった気持ちを取り戻してほしいなと思いますね、うん、なるほど。だここはうまくファーラッシュ1人避けました、まあ、そういった意味でそのチャレンジングなプレーが一番できているというのはファーラッシュなところはあります。ただしかしここはテンホを決めていきました、ね、サイドからの鋭い転向セッカー。今リアライズ選手のパスがもう完璧に待ってますね。プレッシャーが来ないならギリギリでパス出そうと、知らないです。そのプレーをするためにはなんというかこのちゃんと相手を見るためにはもう自分のプレーをなんというかそんなに集中しなくてもこのプレーはできるよねっていう状況まで持っていかないといけないわけですよね。おっと、しかしここはドゥームジー、これは今ゴーリーの前方選手が少し甘くなってしまったところに丸選手が合わせられなかったですね。丸も天皇もちょっとそのボールかーっていう感じでしたね。そうですね。いや、まあ、先ほどのお話ですけど、まあ、本物のサッカーもそうかと思うんですけど、自分の足元のボールのドリブルってもう見ないでできるようにならないとこういった駆け引きってできないんですよね。なのでもうこのレベルのプレイヤーはボールとか車体全く見ないでプレイしているような気がしますよね。はい、そんな一つネクストレベルのリアライズのプレイの前に苦戦していたヒルトップピクニックですが、ただしかしなんとかここで同点に戻すことには成功しています。ただここはおーっといいショットですが、あーらしからのドゥームジー、そうついにヒルトップピクニックがリードを得ました。いやー、これはいいショットですし、さらに押し込みも完璧に東京ヴェルディの裏側まで出ていますね。いい展開です、うん、ヴェルディ、ここでようやくビハインドのシーンを見せてしまう、そんな状況になりました。ヒルトップピクニックとしてはここでまずはこのゲーム取っていきたいところですが、中央天保ふんわりからこれは失敗してしまうか。おっと間に合った。いや、なんだそのパスは。リアライズ決めていく。これ決まるんですか。これ決まるんですね。この真横のパス、ちょっと味方にするパスにしてはかなり厳しいので合わせるの難しいと思うんですが、いや、このハイペースでしっかり決めていきますね。鋭く決めていきました。2対2、残り時間は2分。さあ、このゲーム分からなくなってきました。50秒、何があるか。まあ、やはりそれでもヴェルディとしてはあまり焦ってはいないようなそんな雰囲気はありますが、先ほどちょっとオープンゴールに天保選手がちょっとゆっくりエアドリブルして、点が決まらなかったシーンがあったんですが、それはミスだったのか、うん、それともまだまだ余裕があるのかというところですよね。頑張る、50勝っていく。ここも50勝ちます。ドゥームジーのボールは天保が抑える。そして後ろからはリアライズ、ちょっとフリーな状況でボールにプレッシャーをかけていきます。天保からリアライズ、繋がるぞ。これ決まってたかもしれないですね、今。はい、すごいコースに横パス。いや止まらないですね。普通ああいったリダイレクトとか横パスするとこうローテーションが間に合わなくなるんですけれども、それを継続してくる速さですよね。高いボール
天宝からもうワンタッチ、もう一度天宝でボール飛ばしていきます。ドゥヌジーからさあ横パスだ、後ろパス完璧だ。マルのパスがもうディフェンダーの後ろスッと出していきましたね。ここもうディフェンダーとしてはプレイヤーに行くかもうプレイヤーに行くしかないですもんね、こうなったら。そうですね、はい、行かなければ打たれて決められてしまうシーンなので、うもう行くしかないんですが、そしてその選択肢をきっちり用意しているリアライズもさすが、あの位置に走り込んでいた。コーナーシグムス、バックボードから押してくるところ、おお、うまい。うーん、ヒットピクニック、なんとか同点に持ち込んで、一時はリードも得たんですが、しかし、はい、まあ、ヴェルディがまだまだ力を残していたというところでしょうかね。またここに来て2点差、やはり余裕のあるそんなプレーを最後まで展開してきます東京ヴェルディ。ここからのボール、マルが飛び込んでいく。最後の最後までヒルトピクニックの領域を鋭くえぐるようなそんなプレーを見せます東京ヴェルディ。残り5秒、さあヒルトップピクニックのパーティーはリージョナル3このトップ8で終わることとなりました。東京ヴェルディがトップ4に進出。さあ、デイ3、そしてこのリージョナル3まで。